こんにちはお肉です先ほど私 YouTube ライブをしていたんですよ。で、そこでいろんなね、嬉しいこととか皆さんと楽しく話していたら、スポーツ報知さんかなのインタビューのリマちゃんが、なんかお肉さんのこと知ってるんじゃないかなって思うみたいなコメントをいただいて、んまぁ、あ、なんか YouTube 見てるとかはまゆかちゃんも言ってたし、まあ、それはさすがに私ではないと思うんですよ。さすがにこのね、まだ1万人ちょっとしかいないチャンネルで見てくださって、 言ってるかかわらないんですけど先ほどそのスポーツ報知さんのインタビューのやつを送っていただいてそれのねリマちゃんがなんとすごく嬉しいことを言ってくださったのでちょっと読みますねパフォーマンスを披露できたら今までにないぐらい私たちも楽しいと思います私たちが笑顔でパフォーマンスして皆さんも笑顔になってくれたらいいなと思うしそれを私のこの目でしっかり見たいです MV のリアクション動画を上げているファンの方がいて泣きながら見ている方もいてこっちもうるって来ちゃいました自分の前にファンがいたら絶対泣いちゃうって書いてあっていやたくさんね泣かれてた方多分いると思うんですよ私ねあんまりリアクション動画とか他の人のバッて見たわけじゃないから多分何人かはいらっしゃると思うんですけどなんかこうやってね言ってくださることがねめっちゃ嬉しくってだって見てくださってるんですよ何人かのはってだけでもめっちゃ めっちゃ嬉しいいじゃななですかなんかんリアクションを0時まで待ってもう本当に変わった瞬間に見てもうあの時間がまた思い出される気持ちになってすごい嬉しいしりまちゃんがねそうやって言ってくれてむしろ。 なんか何人か多分泣いてらっしゃる方いらっしゃると思うので、みんなの気持ちを嬉しくしてくれるっていうか、うん、多分ね、泣いた方は嬉しかったんじゃないかなっていう風に思うし、これ見て、もしね、もう本当数ミリのかけらのパーセントで見てくださってるとしたら、本当に嬉しいし、多分ここにコメントしてくださる皆さんのことも絶対見てると思うから、なんかいろんな気持ちが届いてるといいなって思いましたね、もうほん 本当に嬉しかった。プラス、なんかそこで、なんかいろんなね、たくさんさっきそのライブ配信してたんですけど、そのライブ配信のコメントとかも本当に、え、りまちゃん絶対してるよ、よかったね、みたいなことを書いてくださったりとか。いやもうほん 本当に皆さん温かいなって思ったので、すごく嬉しかったし、もうこれはね、わかんないんですけど、リマちゃんに、もしね、そのオンラインサイン会でリマちゃんと話せたら、なんか、いろいろお話ししてみたいなっていうふうに思うし、二重みんなとね、お話ししたいし、愛が伝わったらいいなって思ってやってるし、私もその全力の愛を注いでいつもやってるので、それが、ちょっとの確率で伝わってたらいいなっていうふうに思えたので、すごい今日は幸せな気分で寝れるなっていう感じがします。 なんか、ちょっと、最後に言いたいんですけど、これでね、何が言いたかったかっていうと、YouTube の MV についても、ほんといろんなことが言われていたと思うし、いろんなね、見方があったと思うんですけど、純粋に、私は20が好きだから、純粋に見て、喜んでるし、嬉しくて、なんか涙とかも流しちゃったんですけど、なんかそれを、なんかリマちゃんがポジティブに受け取ってくれたっていうのが、すごく嬉しかったし、なんかそれでうるっと来てくれるリマちゃんも、本当に素敵な子だなっていう風にも思って、 なんかもっとねこれを見て二重のことが私は好きになったし本当にねなんて伝えればいいか分かんないんですけど本当にいつもありがとうっていうそれだけですねこれからも本当体調に気をつけて頑張ってくださいっていうそれだけでもう私たち多分二重はすごい幸せな気持ちにしてもらってるので本当に幸せです。